JFL のティアモ平方は22日、J2 群馬より MF 内田達也、31が加入すると発表した。内田は下部組織からトップチームに昇格した G 大阪で、2010年から16年までプレー。J2 時代の13年は主にボランチとして33試合に出場した。17年に東京 V、20年には群馬に移籍。 今季も群馬で38試合、1得点、に出場したが、契約満了による対談が発表されていた。J1 通算25試合0得点、J2 通算251試合6得点、J3 通算14試合1得点。内田はクラブを通じ、このチームでプレーできることに感謝し、チームに貢献するために日々努力していきます。応援よろしくお願いします。 とコメント、枚方では G 大阪時代のチームメートだった二川監督をはじめ大黒ヘッドコーチ MF 柴本ら同クラブ出身のメンバーと共に JFL の舞台に挑む